ナーシの旗ナーシは、ロシアの青少年組織である。2006年12月17日のパレード風景、ロシア語では、私たちのという対象を複数型として捉える意味であり、意訳すれば、我らが祖国もしくは、我らのロシアという意味になるが、日本では、友軍、我らの仲間などとも称される。2005年の4月15日に、 ロシアの政治家であるワシーリー・アケメンコによって設立された。この人物は共に歩くという親プーチン団体の設立にも関わっている。資金面については不明な点が多い。政府が資金援助をしていると噂されているが政府はそれを否定している。関係者は政権に近い新興財閥などからの資金援助を受けていると言明した。主な活動は ロシア政府の肯定的宣伝活動を行うことである。しばしば都市部などでデモ活動を行っている。ウラジーミル・プーチン大統領への忠誠もしくは個人崇拝の傾向が強い。ナーシは設立以降、青少年に急速に支持を受け、かつては全ロシアに10万人の組織員を確保したとされる。正式名称はロシア語である。正式名称からわかるように、 組織の目的はファシズムから祖国を守ることであり、やけめんこによれば今、ロシアで急速にその勢力を伸ばしている、ネオナチ勢力に対抗するために、ナーシを設立したそうである。必要があればスキンヘッドたちを実力で粉砕することも厭わないとしている。この中でも、非合法化された国家ボリシェビキ等を特に敵視しているようである。また、 ファシスト勢力だけではなく反プーチンロシア勢力、一般を敵視しており、その中にはアメリカ合衆国も入っているようである。ただし、そういった当人たちの意図とは裏腹に、愛国主義的な姿勢がファシズムに似ているため、ナチズムやヒトラー,ユーゲンとをもじって、ナーシズム、プーチンユーゲンとと反対勢力に揶揄されることもある。2008年8月のサマーキャンプでは、 参加者が大幅に減少した上に、プーチンに対する個人崇拝もほとんどなくなった。これは、ロシアにおける、プーチン体制が安定化したことで、政府の宣伝活動をする必要がなくなったことや、2008年5月に、ドミートリー・メドベージェフが大統領に就任したためと見られる。ただ、ナアシという組織自体は2009年現在も存続している。また、 公式サイト上には、ロシアの脅威と題しアメリカイギリス、日本がロシアに黒い手を伸ばしている絵があり、この組織が相変わらず反、西側諸国のスタンスを取っていることを伺わせる。公式サイト上で、プーチンやメドベージェフがプリントされているファッショナブルな T シャツを販売。ロシア国内居住者しか購入できない。また、プーチン T シャツなどの制作元であるブランド、 メドベージェフスタイルの公式サイト上の販売ページでも2010年現在海外発送はない。ニューロシアンムーブメントツースマッシュアップスキンヘッツ、プロウダメイさん2005ロシアンユースオンポリティカルバリケーズ BBC ニュースマーチに2005プーチン親衛隊に異変。薄まる政治色解体の危機 m s n k ニュース2008年8月14日ロシア 不法選挙見解で抗議集会北方領土巡り毎日新聞2009年12月1日。ありがとうございます。